はいどうも、ビバです。今回の動画は水草水槽とかに CO2 添加をしている方向けの動画になります。今回の内容はシルボンなどの CO2 添加装置の配管にシリコンチューブは使わない方がいいかもしれないっていう内容です。我が家ではシルボンを使っているんですけど、これの配管はここからずっと上がってきて、すべて耐圧チューブを使っています。ここまでですね、拡散器まで付属していた耐圧チューブを使っています。実は以前一般的なエアチューブを使っていたこともありました。基本的に耐圧チューブを使った方がいいとは思うんですけど、バブルカウンターからこの拡散器まで、つまりレギュレーターで減圧された後はエアチューブを使っても特に問題はありませんでした。ちょうど以前のセッティングの配管があったので簡単に説明します。ボンベからスピコン、電磁弁、逆流防止弁、バブルカウンター、ここまでが耐圧チューブを使っています。バブルカウンターから上、これがソフトエアチューブですね。そしてガラスの U 字のパイプがあって、その先もソフトエアチューブを使っています。どうしてこの使い方してたかというと、この U 字パイプが先端がすぼまってないタイプなので、耐圧チューブがどうしてもさせなかったんですよね。僕の技術不足かもしれないんですけど、ここは妥協してソフトエアチューブを使っています。なのでやむを得ない理由によりソフトエアチューブを使うこともあるっていう感じですね。できれば耐圧チューブを使った方がいいと思います。さあ、ここで今回のお話なんですけど、基本的にシルボンをはじめミドボン、小型ボンベの配管にはこちらの耐圧チューブを使うべきなんですけど、一応エアチューブも使うことができると、まあこれは自己責任で使うんですけど、エアチューブも一応使えるよということなんですが、それだったらシリコンチューブも使えるんじゃないかと思う方いると思うんですよ。このシリコンチューブっていうのは見た目エアチューブとそっくりなんですけど、実際触ってみるとちょっとペタペタしたというか摩擦の強い、こちらのエアチューブとは手触りの違う感じのチューブですね。このシリコンチューブは普通のエアチューブと違って水中でも硬くならず、苔もつきづらい、いろいろメリットがあるんですけど、実は CO2 添加では使わない方がいいみたいです。というのも、このシリコン素材っていうのが炭酸ガスを透過してしまう。つまり CO2 添加でこのシリコンチューブを使うと、添加中のこのチューブから炭酸ガスが逃げてしまうらしいんですよね。これについて数値的なデータがあったので、それを見てみたいと思います。ただ僕は全然専門家ではないので単純に数値的な比較になります。まずこの耐圧チューブ、ソフトエアチューブ、シリコン製エアチューブ、素材を見ていくと、耐圧チューブはポリウレタンとかポリ塩化ビニル PVC を使っているものがあるそうです。そしてエアチューブはポリ塩化ビニル PVC を使っているものがありました。シリコンエアチューブはその名前の通りシリコンですね。そしてこの3つの素材の炭酸ガスの透過性を数値で見ていきます。これはプラスチック素材辞典さんというページを参考にしています。耐圧チューブ、ポリウレタンの場合は140から400、ソフトエアチューブ PVC だった場合は 10.2 から37、そしてシリコンチューブ、シリコン6000から3万。めちゃめちゃ数字の差がすごくないですか。これ結構衝撃的だと思うんですけど、ポリウレタンの10倍以上、ポリ塩化ビニールの200倍近く、シリコンだと炭酸ガスを逃がしてしまう、そういった考え方で合ってるのかな。数値だけ見るとそんな感じですね。そしてシリコンの炭酸ガスの透過性、これについては結構調べると出てきます。何種類かサイト見てみたんですけど、どれもシリコンは気体の透過性が高いと書いてましたね。それ目当てで探してたのでそこしか見てないかもしれないんですけど、まあ、数値的にはダントツに透過性が高いと思います。逆にこういったゴム系の素材の気体透過性を比較しているサイトがあったんですけど、一番気体を通しにくいのはブチルゴムというものらしいです。これはタイヤのチューブに使われているゴムらしくって、これはなんか納得ですよね。気体の漏れ出やすいタイヤのチューブとか役に立ちませんもんね。それとこのシリコンは気体を通しやすいので、ハードコンタクトレンズの素材としても使われています。これもなんか納得できる理由ですね。そんなわけで数値だけ見るとシリコンはとても炭酸ガスを逃がしやすい素材というのが浮き彫りになりました。なのでシルボンとかミドボン、小型ボンベで配管にシリコンのエアチューブを使ってる人は、できれば普通の PVC のエアチューブに変更、もっと安全性を考えるのであれば耐圧チューブに変更した方がいいと思います。
ただ実際シリコンがどれくらい逃げるかって素人だと分かんないんですよ。もちろんこれが水中に配管してる部分に関してはいくら漏れ出ても水中に溶けるだけなので問題ないんですけど、水槽外でシリコンのチューブ使ってて、これがどれくらいの損失になるかちょっと分からないんですよね。2秒1滴で点火してたのがシリコンチューブを使ってたせいで3秒1滴ぐらいの点火量に減ってしまったみたいなことは起きないと思うんですけど、それでも損失を減らしたいならこっちのチューブを使った方がいいのかなと思います。それと耐圧チューブを使った方がいい理由はもう一つあります。それは逆流防止弁とかスピコンとかバブルカウンターチューブを差し込んだ時に耐圧チューブだと抜けづらいからですね。 CO2 の配管はレグレーターからディフューザーまでの間、中のガスの圧が 0.3MPa くらいになるそうです。実際エアチューブで配管されてる方ならわかると思うんですけど、 CO2 点火中ってもうエアチューブパンパンになるんですよ。このエアチューブとか仮にこのシリコンチューブとても柔らかいので、そのガツ圧に耐えきれなくなってこの接続部分がスポッと外れてしまう危険性があります。特に逆流防止弁のこの差し込み口は結構スベスベというか滑り止めもついてないので一番抜けやすい部分かと思います。ハルデザインさんの逆流防止弁とかはちゃんと滑り止めがついてて抜けづらくなってるんですけど、これでもやっぱりエアチューブとか使うのは配管が抜けちゃう可能性は捨てきれないですね。こういったタイプのスクリューナットだとほとんど抜ける心配はないと思うんですけど、 CO2 点火中の配管抜けちゃう問題についてもやっぱり安全なのは耐圧チューブかなと思います。皆さんも CO2 点火するときはぜひ耐圧チューブで配管するようにしましょう。差し込みづらいところは多々あるんですけど、これは耐圧チューブを熱湯とかにつけておけばとても差し込みやすくなります。このあたり配管のテクニックについては前回プロ D701S の使い方動画アップしてますので、そちらで詳しく紹介しています。実際にシリコンチューブで実際どれくらい炭酸ガスの損失があるか、数字的にはとても差があったんですが、どのくらいの損失になるかは分かりません。ただ分からないものだからこそ耐圧チューブを使った方がいいかなと思います。これは完全に僕個人的な意見なので、シリコンチューブ絶対やめろと言いたいわけではありません。その点ご了承願います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。もし役に立ったなという方はチャンネル登録グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。